いやこの時期はグッズが増える増えるすごいね。全部ご新規のものばっかり最近ご紹介しているよ。今回もこちらご新規でございます。名探偵コナン、すごいね、こんなの出るようになったんだね。世界最小級ブロックナノブロック江戸川コナン、なんてこんなの出ました。あーすごいすごい、あーすごいし、これ以前実はいくつかもらってて、まだちょっとできずにいるんですけれども、難しいらしいですね、すごく作るのが。そんな上にキャラクターになってしまいまして、どんだけ難しくなるんだと特にだよ、わかる？ナノブロックなんだけど、コナンのさ、何があって、この髪型ね、このトサカどうしたのみたいな、この髪型ね、これを再現しないといけないわけですよ。こういう感じに、アホなんじゃないみたいな何をやっていらっしゃるのっていう、どんだけ難しいのってなっちゃうやつね。すごいなこれね。わすごいと思ってやってみたいかもしれないと思って買ったけど、まあ、案の定開けてないよねこれね、多分配信されてるこの時も、ね、まあ、全然開けてないんだと思うんですよ。ただどっかでね、コメントかなリップかなで作ってみてくださいみたいな、コメントいただきまして、いや、やりたいんだよ、すっごいやりたいんだけどさ、やりたいんですよ。いやだってこの子なんかなわけです、それが立体になるわけじゃん。この指さしてるところにこうやって ET みたいなことができるかもしれないわけでしょ。その可能性があるわけなんですよ。分かってるんだ、分かっているんだけど開けられなくてですね、ちょっとなんか私はほら誕生日プレゼントを前後6ヶ月で受付しているので誰か番組宛てに送ってください。宛先はこちらです。出ないよ出ないけどねいやーこれすごいね、ついにコナン君もナノブロックに、新一が縮んだ姿がコナンなのにさらに縮むっていうこの事態だよなんだろうね、ナノブロックはこれアポトキシン4869を飲んだコナンの状態でアポトキシン4869さらに飲んで姿なのかなっていう感じかもしれないね。あ、え、待って、すごい。コナンの目の青さとかもちゃんと再現してるね。すごい。これはすごい。ということで、世界最小級ブロック、ナノブロック、名探偵コナン、江戸川コナンでした。やってみたら